ました？あ、はい。あ、そうなんですね。切符を落とされた場合ですと、もう一度料金いただきますね。じゃあこちらまで、160円頂戴します。はい、はい、ちょうどですね。このままタッチせずにお届けください。ありがとうございました。すいません、金さん。あ、はい、お客様。荻窪から来たんですけど、はい、ちょっと切符どっかになくしちゃって。はいはいはい、ちょっとどうしたらいいですかね。本来ならば、はい、料金を再度いただくんですけども、はい、今回は特別にそのまま取っていただいても構いません。本当にいいんですか？はい。え、でも前の人とかお金払ってましたよね。ああ全然お金払いますよ。先ほどの男性の方はですね、はい、いろんなことがありまして特別としてなんかいただいたんですけども、お客様は本当に気にせずにですね、はいはい、本当にそのまま無賃でそのまま通っていただいても無賃で、はい、構いませんよ。なんかお金払った方がいいとか思うんですけど、私は全然これも何かの、はい、ご縁だと僕は思ってますので、このまま通っていただいた方が、それがお客様の幸せならば、そのまま通ってきます。そうですか。はい。でも、なんか悪いな、さっきの人とか、本当にいいんですか？あ、私だけ、なんか特別で。特別というか、基本、誰にでもですね、無賃で通す仕組みはなっていますので。そうなんですか。すいません、先ほどちょっとね。わかりました。じゃあ、はい。ありがとうございます。とんでもないですよ。嬉しいです。友達とかもなんかなくしちゃったっていう人がまあいたんですけど、はい、大丈夫なんですか？あ、全然大丈夫ですね。特に気にとしてはお客こんなにやっぱ可愛らしいお客様がいらっしゃった場合に、なんかついなんかどうぞって気持ちが弾んでしまう、はい、そうなんです感じにもなりますけども、はい、わかりました。じゃあ。このまま取らせてもらってもいいですかね？もちろんいいんですけども、はい、その代わりといったらあれなんですけども、はい、LINE の ID とか交換していただけますか？私 LINE やってないんですいません。嘘つけ。いや、振られたやん。